大英過去に存在した、大英の店舗過去に存在した九州、沖縄地区の大英の店舗過去に存在した九州、沖縄地区の大英の店舗は、株式会社、大英よび子会社の九州、沖縄地区における閉鎖店舗を掲載している。かつてフランチャイズ提携により大英の店舗として営業していた店舗で、フランチャイズ中の閉店、フランチャイズ契約解除による離脱の店舗については、 過去に存在した大英のフランチャイズ店舗を参照。1963年3月に福岡大英を設立して進出し、ユニードとの経営統合に向けた布石として1981年5月に九州大英に営業上とし、1981年9月1日にユニードが九州大英を九州合併した。1991年に ユニードダイエーへの社名変更を経て1994年3月1日にダイエーに吸収合併されて直営化された。2015年9月1日にイオン九州とマックスバリュー九州に全38店舗を運営を継承して完全に撤退することになった。このうち総合スーパー24店舗についてはイオンの完全子会社のイオンストア九州が継承し業務委託契約を結んで イオン九州が運営を継承する形となった。なお、この時に継承された九州の店舗では、笹岡店以外は継承と同時に、イオンへの看板交換は行われず、遅れて実施されることになった。2020年9月1日に、イオン九州が、イオンストア九州とマックスバリュー九州を、九州合併したことで、総合スーパーは管理と運営で分かれていた法人が一体化され、 イオン九州が施設の管理も担うこととなった。大栄貸市店跡地、伊万里店跡地、大栄熊本駅前店跡地、大栄別府店舶大栄都城店にしむた、鹿屋店としての外観全県撤退エリア大栄、那覇店舶大栄糸満店。ありがとうございます。